はいどうも、今日はね、43歳の美魔女と付き合うメリットについてお話ししたいと思います。まあ、43歳の美魔女と付き合うメリットはやっぱりあるよね。まず理由その1、付き合うのが簡単。まあ、43歳の女性っていうのはもうね、モテないわけですよ。女性がモテるのは大体18歳から30歳まで。もう30歳過ぎるとモテなくなるわけ。で、もう40歳超えてくると、もう絶望的にモテない。だから、もうモテない女性っていうのは、あれだよね。もう、ある程度若くてそこそこのルックスがある男であれば簡単に付き合えてしまうから。だから、もう43歳の美魔女と付き合うのは簡単。二つ目。金持ってるね。43歳の美魔女は金を持ってるから素晴らしい。なんで43歳の美魔女はお金を持ってるかっていうと、もう40歳超えてくる女性はもう仕事バリバリにやってるから、もう年収700万円とか800万円持ってるからね。だから紐になりたい男性はもう43歳の美魔女と付き合って紐になろう。もうそうすればもう一生労働から解放されて、毎日、もう食うたら生きていくことができるっていう素晴らしい喜びを手に入れることができます。三つ目。43歳の美魔女と俺は付き合っとるんだぞっていう自慢をすることができる。もうただの不細工な43歳であれば、もうね、付き合うメリットってほとんどない。自慢できないからね。だけど、43歳の美魔女と付き合ってれば、俺の奥さんこんな、若いルックスしてるけど、実は43歳なんだぜって、友達に自慢することができちゃうから、43歳の美魔女と付き合えば、自分の奥さんを友達に自慢することができるっていう、最高のメリットを享受することができます。四つ目。子供ができたら奇跡。もう、20歳から40歳の女性は、まあ子供ができても、あ、子供できても当たり前なんだなっていう、感じじゃん。だから、喜び少ないけど、43歳で子供ができたら、43歳で子供できたの、これは素晴らしい、エクセレントって感じになるから、もう子供ができた時の喜びっていうのが、もう半端ないわけ。よっしゃ、子供できたらめっちゃ幸せみたいなテンションになるわけ。だから、43歳の女性と付き合うってことは、付き合って子供を作るってことは、もう、あれだね。半端なく素晴らしいこと。はい、5つ目。5つ目、なんかあるかなと思った時に、なんもなかったですね。終わり。